寒風山よ。昔ので。でな、まあ こっち行ったらある。さあ、下の高知県側に降りていきましょう。さあ、国道に、国道は国道ですが、194号線出てまいりました。やっとここから2車線です。それではまずガソリンを入れに行きましょう。空いてるかどうかわかりませんが行ってみましょう。で高知方面に行きます。結構暗くなってまいりました。すでにもう寒いぐらいです。ウィンドブレーカーがいるぐらいになってまいりました。じゃあ県道40号線に曲がって入っていきます。間違えたか。今どこで。あ、もうちょっとか。どっちで。まあ。おお。そっちか。ないかな。スポンダーでしか受け入れることができなかった。おう。これでしやろか。お客さんこれでしやろか。これなんて白いか白い。
焼き飯ですか。焼き飯です。お手軽簡単ですよ。でしょ。はい、それでは乾杯です。はい、乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いただきます。じゃあ、いただきます。お、うまい。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 あー、ビールがヒートうまい。お、ヒート。アジの竜田揚げだそうです。アジの竜田揚げ、さあ一ついただきましょうか。味は塩コショウのみのみ。こちらいただきます。あ、柔らかいな。これしかないんですが、いつもの、いつもの定番の定番の。うまいもんな。うまい。さあ、それではお好みいただきましょう。非常にうまい。この大きさではね、焼けれんもん。人では。さあ、いただきましょう。外はカリカリ、中はふわふわです。ようございました。
それでは白井谷キャンプ場出発です。